本当の人生の真実が分かれば3年間で公権になる。世間というのはあなたもその一人として作るものなんですよ。社会は自分ではない。50代後半の女性の方なんですけれども、はい、テレビの嘘を信じて冷めない方々、このままで良いのでしょうか真実を知った方がいいと思いますが、はい、どうしたらいいのか教えてくださいということなんですが、はいえー、まこれは2つありますね、うん、1> 1つはね。 その方が言われるように例えば景気が上がったり下がったりするこれはあのまあほとんど間違いなく、えー、まあプロレスっつってもいいんですけど要するに分かってやってるわけですね我々は株がこれから上がるか下がるかと悩んだりあるいはしますよねところが株を上げたり下げたりできる人がいるわけですよ えっと、お金はすごく持ってれば、まあ、株の高い時に空売りをして、まあ、株を手放してもいいんですけど、どっちでもいいんですけど、まあ、空売りをして、株価を下げて、その時に、えー、テレビとか新聞に金を流して、その会社の悪い噂を流すと、一緒に必ずやるんですね。それで下げるんですよ。下げたところで、今度は買いに入るわけです。で今度はそのこの前の前 どうも噂は嘘だったというのをまたテレビとか新聞で流すんですねもしくは自分たちでメディアを持ってる場合もあるんですね例えば地球温暖化の1997年の騒動の時には CNN が動いたんですが CNN の会長があの時に地球温暖化のあの旗を旗を振ったわけですね まあ、あのトランプ大統領の時もそうでしたけども、自分でメディアを持って、自分でセ世ンを操作する人たちと、それからあの時には、あとはロッセアルドだったんですけども、ロッセアルドの金融機関と、タイアップして、まあ、1997年の地球温暖化っていうのをやったんですが、まあ、あのき基本的にはそうなんですね。ですから、今の言われるような、嘘が蔓延してるわけですよ。うん <laughs> で 嘘が蔓延してるということをもう踏み台にしなきゃいけないんですね。日本人のような人たちは世界に、日本だけしかいないんですよ。あの社会のために自分は頑張るんだなんて人たちはいないんですよ。自分のために嘘をつくっていう人たちしかいないんですね。だけども、私たちはだからといってその人たちの心とか人生観を全部変えるわけにはいかないんで、 そこで僕がいつも言ってるような社会は自分ではない。社会は自分ではないんだと。社会がなんで動いてるかってことをはっきり分かってる必要があるわけですね。で、今度でもワクチンも1400人も亡くなってて、あの、コロナで亡くなってる人を上回るぐらいで今度子供に打つと、なんでですかって皮膚妨害してる。もちろん僕ももうすごく怒ってるんですが、やっぱりここでも 社会は日本では自分ではない、うん、この一つをまず持ってかつ同時に社会を正しくしようというねそういうその気持ちを捨てないっていうことが大切なんでどうしてもダブルトラックが要求されるというふうに思いますね。なるほど、はい、まあ難しいところですねそのののまあこの方のですね。 まあ、悩み解決したい一番の悩み解決したいっていうことが、まあ、嘘を信じて目覚めない方々っていうねメッセージいただいたんですけどだからその結局ここの,そのも自分がその信じてることが正しいっていうふうに思ってると周りのものが全部嘘になってしまうわけじゃないですかだからそうやってるとこういつも常にこう、えー、自分の周りが嘘で <laughs> 嘘になっている世界しか見えてこないわけですよね <laughs>。だからそこがこうそのどうその先生のおっしゃってるその、まあ、世の中は私ではないというところにこう落とし込めるのか、ここがやっぱりその一番葛藤するところでもあるかなとは思うんですよねイエス様が今から2100年前におられたわけですね。 まあその方にちょっと失礼なんでちょっと言いたくなかったんですが、えー、まあ失礼というか失礼ではないというかイエス様がそうなだったからいいんですけども、あの我々こう正義感の溢れた学生というのが時々そういうことを言う人がいるんですね。その時僕はいつも何つったかったらイエス・キリストを見ろと。正しかった。彼が正しかったのは2000年間の歴史が証明している。あれだけ聖書というのが売れて、 多くの人が慰められたわけですから、ね、まあもちろんその過程にはいろんなことありましたけども、まあ、別にあのイ,エスイエス様が言われたことではないことも多いんですね。だけどイエス様は3年で公式刑されたじゃないか。何でなんだ人間社会が間違ってるからなんですね。うん、人間社会というものが間違ってるので。 だから君はまだ殺されてないねとよく言ったもんなんですよ学生ですから。はい、君が殺されてないっていうことは君は正しくて世間が間違ってると君は言うけども大して正しくないんじゃないのと。本当に正しければ殺されるよと。これ本当にそうなんですね。まあ、例えば最近の歴史でもキング牧師みたいな、まあ、とてもあの人も偉い人ですよ。だけどやはり暗殺された。 やはりあの社会というもの人間というものがもともとまあ間違ってるったらちょっと極端なんですけどそういう嘘にまみれる社会を作るもんなんですね。でそれに対して本当に正義が分かった人は耐えられないんですよ。それを象徴しているのが27歳約27歳から30歳まで3年間活躍して公式の 貼り付けにされたイエス様がそれを示してるわけですね。正しいということは人間社会においてどういうことなのか。だからといって、えー、嘘をついて金を儲ける方に行くということが永遠に正しいことではない。そういう道に入った人は必ず不幸な人生を送る。これもまた事実なんですね。ですから、 本当の人生の真実が分かれば3年間で公式になる、えー。例えば私ですと私はまだ生きてるのでイエス様ほど偉くはない。これも一つの論理としてはあるんですね。ただ、それが人間というもんだから。あなたは人間ならばあなた自身もそうだってことなんです。これは非常にある小説で、深い小説で、 最後にそういう言葉を書いて、その終わってる小説があるんですけどね。あなたは世間が間違ってる間違ってると言うけれども、世間というのはあなたもその一人として作るもんなんですよと。あなたも世間の一員なんですよと。じゃああなたは世間がより正しくなるためにどういうことをやっておられますかと。 それはやはり、そこまで言うなら、あなたの責任はありますよっていうことで言葉を閉じている小説もあるんですね。まさにその通りで、その、さっき私が言ったダブルトラック、つまり、社会は自分ではないが、私は社会に貢献する。この二つが、あの、非常に大切しかし、 それが行き過ぎって本当に正しい本当に正しいというところまで行くと3年で高試験になるという覚悟もしておいた方うがいいと先生が、ね、よくおっしゃってますけどね、自分の言っていることはあの常に間違っているんだと、はい、ういうふうに思いながらでも今。はい 今までのその生きたきた家庭の中で今正しいと思っていることを言っているだけであって、それがね5年、10年後正しいとは限らないっていうね、そういうふうにこうあのね考えながらですね、あ普段のニュースとかね、それを捉えられているっていうところ、そこがねまあちょっとね参考になるのではないかなというふうに思いますね。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、YouTube では公開できないお話を聞ける、 公式オンラインサロン、幸せ砂な時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか武田国彦公式オンラインサロン、幸せ砂な時計村参加受付中。詳細はこちらの QR コード、概要欄をご確認ください。